江川卓が断言する大谷翔平のホームランが格段に増えた意外な理由。昨シーズンホームラン王大谷翔平の44本塁打はわずか135試合で成し遂げられた。その上投手で10勝を挙げているのにもかかわらず、出塁数325、出塁率4割2分5厘、長打率6割5分4厘、 OPS1.066 といずれもリーグトップだ。そして2月22日 MLB 公式サイトは今季の本塁打王を占う記事を掲載した。指揮者が選出し、リーグ関係なくメジャー全体で本命5人とダークホース5人をそれぞれ紹介した。ドジャースの大谷は本命部門で、ヤンキースのアーロン・ジャッジに次ぐ2位にランクインされた。もちろんジャッジはア・リーグで、今年からドジャースの大谷はナ・リーグに移っているのでホームラン王の大本命だ。大谷翔平は今でこそ40本以上のホームランを打つのは当たり前と見られるが、意外なことに日本ハム時代の5年間では最高が22本塁打で、2桁ホームランはわずか2回のみで、もう1回がプロ2年目の2014年の10本である。日本ではホームラン王のタイトルとは縁遠かった男だ。メジャー特有の速くて曲がる球に苦戦する日本人ホームランバッターが多い中、メジャーで突如覚醒した稀有な存在だ。日本で30本のホームランを放ったことすらない男がホームラン王争いの常連となった。それはなぜなのか。そこであの江川卓氏がなぜメジャーで大谷がホームランを打てるようになったのか、独自の目線で解説する。そしてそこには意外な理由があった。ナ・リーグ本塁打王の大本命、大谷翔平。野球においてホームランを多く打つ長距離打者を大砲と称することがある。その中でもロマンを感じる長距離バッターに対してロマン砲という呼び名が使われることがある。大谷翔平もその一人だ。ナ・リーグ本塁打部門で今シーズン1位予想の大谷について、 MLB 公式サイトのブライアン・マーフィー記者は、彼は右肘手術からの回復途上にあるため、この春は少しのんびりしている。ただ最初の打撃練習からパワー全開で、開幕に向けて準備万端のようだと太鼓判を押した。その上でドジャースはおそらくシーズン序盤は新しいスーパースターに少し休養日を与えるだろうとし、無理はさせないと予測。大谷のように試合に大きな影響を与える打撃をコンスタントに披露できる打者はごくわずかだ。ドジャースのラインナップの一部に入ったことで2度の MVP を獲得した大谷がさらに優れた打者になるかもしれないと指摘する声が多い。上昇チームへの加入が成績向上にもつながると予想しているのだ。今年のホームラン王を争う上でライバルはというと、まずは3位に入っている昨季ナ・リーグ MVP でブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニアである。昨シーズンアクーニャ・ジュニアは MLB 史上初となる40本塁打70盗塁を達成した。そしてそれに続くのが昨季ナ・リーグ54本を放ち、本塁打王打点王2冠に輝き、これもブレーブスの主砲マット・オルソンだ。そして副兵がフィリーズの2022年ナ・リーグホームラン王のカイル・シュワーバーである。このバッターは三振かホームランかというバッターで、2022年は46本塁打を放ったが、打率はわずか2割ちょうど、200三振の三振王で、去年も47本塁打で打率2割1分5厘、三振は215という日本のプロ野球では存在しえないメジャーならではの極端なホームランバッターだ。そんな強者たちと大谷翔平は今シーズン戦わなければならないが、アメリカの指揮者の中でもホームラン王争いで本命となった大谷翔平、 MVP 争いとも密接に関係してくるホームラン王タイトル争い。今季 DH に専念する大谷にとって本塁打王争いでリードできるかが2年連続 MVP へ向けて大きな鍵となりそうだ。江川卓の意外な見解。そんな大谷翔平について江川卓は打者大谷を表して、ここ3年成績はすごく良くなったんですけどと切り出した。今まではそんなにホームラン打たなかったんです。3年前からホームランを打つようになったんです。
どうしてそうなったかというと、ピッチャーとバッターを両方やって二刀流なので、どうしても疲労を少なくしようとするとあんまり走らなかったんですと投手目線で説明した。それを今度走るっていうことに自分で考え方を変えたので、成績を見ると三塁打が3年前に突然8本に増えているんです。江川の言う通り、コロナ禍で迎えた2020年の短縮シーズンの三塁打はゼロ。ところが2021年になると46の本塁打とともに三塁打が8と、ア・リーグでトップの三塁打王となる。その後2022年シーズンも6本、昨シーズンも8本と三塁打を打ちまくった。そこで江川は、走るっていうことを自分でしてきたら下半身が強くなってホームランが出るようになってホームラン王を取ったと解説する。そして大谷の足について、早くから注目していたのがヤンキースのアーロン・ブーン監督だ。大谷について、今まで誰も見たことがない特別な才能を持った選手、これからも見ることはないかもしれないと称賛。大谷の最も優れた能力を問われると、足だね。なぜならスピードはみんな最後に口にする能力だから。彼が一塁に向かって走るときに、そういえば大谷はグラウンドで最も速い選手だったねってなる。彼がやっていることは本当にすごいよと話していた。その上で江川は、大谷がドジャースのキャンプ、アリゾナ州グレンデールでも、すごく今走ってますよねトレーニングと、キャンプ当初から大谷の足に着目していた。また大谷が下半身を鍛えることによって、ドジャースで編成本部長を務めるアンドリュー・フリードマン氏は、打撃能力だけでなくその足のスキルにも期待しているようだ。大谷は今シーズン打撃に集中することが可能となる。フリードマンは今シーズンを、投球のために足を温存しようとしない結果、彼はより積極的に塁に出るだろう。論理的に考えれば、彼の足が攻撃面でもプラスになるということ。どうなるかわからないが、その生産レベルがどのようなものであれ、本当に良いものになることにかけてみたいと語り、打撃だけでなく盗塁にも期待していることを明かした。両リーグにまたがるホームラン王に向けて、徹底的に下半身を鍛えているので期待できるかもしれませんと江川は締めくくる。なるかバリーボンズ超え、大谷翔平のホームラン予想。スポーツ史上最高額、10年総額7億ドル、約1015億円でドジャースに入団した大谷翔平。恩師の栗山英樹が期待を込め、バリー・ボンズのメジャー記録を更新する74本の成績予想を挙げたことが話題になっているが、果たしてボンズ超えは可能なのだろうか。ボンズがホームランシーズン新記録を達成した当時と比べ、大きな違いは投手力であるという。メジャーに詳しい関係者は、ボンズが73本を打った2001年と比べ、投手の平均レベルは間違いなく上がっています。以前ならエース級から打てなくても、力量が落ちるローテーション下位の投手から本数を稼ぐことができました。しかし今は投手の平均レベルが高いので、ボンズのように本塁打を量産するのは難しいですねと語る。昨シーズンの大谷は、野手として135試合出場で44本塁打、さらに肘の影響が打者としてなければ単純計算で25試合、100打席ほど増えるので54本塁打は現実的な数字だという。そして両リーグでの本塁打王となれば、史上4人目の偉業となる。それを裏付ける予想をしているのが、メジャーリーグの統計データや分析記事を提供しているファングラプスだ。昨シーズンナ・リーグホームラン王であるマット・オルソンの記録である54本を上回る55本を記録し、昨年に続き2年連続かつ両リーグのホームラン王を達成すると予想している。また同サイトは、大谷の長打率も7割超えも予想しており、それは2004年のバリー・ボンズ以来となる。しかし実際のファングラプスの予想は、アルゴリズムで過去の成績をもとに機械的に生み出されているため、大谷のホームラン数がドジャースに来てもっと増えるのではというメジャー評論家も多い。直近のエンゼルスに所属していた頃の大谷の2023年シーズンを振り返れば、大谷はブランドン・ドルーリー、ハンター・レンフロー、アンソニー・レンドンの前の打順に打つことが多く、
周りからのプロテクション効果は薄かったと言える。プロテクション効果とは、後続の打者への警戒感が強いと勝負を避けられず、打てる球をしっかりと投げてくれることだ。プロテクション効果が薄い場合は勝負を避けられ、明らかなボール球を多投されたり申告敬遠が増える。現役最強の打者の一人であるマイク・トラウトも、大谷の前後の打順で打っていたものの、自身の故障の影響で出場数が減り、打撃成績も近年対比で劣ってしまったため、大谷への相乗効果は限られていた。大谷のエンゼルス時代の終盤は投手であったのにもかかわらず、敬遠数は2021年は20でリーグトップ、2022年は14、昨シーズンは21と、本当にまともに勝負してくれなかった。それに対してドジャースでは、フレディ・フリーマン、ムーキー・ベッツ、マックス・マンシー、ウィル・スミスといった屈指の強打者が揃った強力打線、それに大谷も名を連ねることとなり、打撃機会はかなり増えると期待できそうだ。まずはオルソンの54本塁打超えが一つのハードルとなる。この点は出場試合数が大きく影響してきそうだが、今のドジャース打線と大谷の実力なら普通に超えられそうだ。そうすると目指すべきは2022年にアーロン・ジャッジが記録した62本超えになりそうだ。そのための課題は何だろうか。本塁打を増やすためにはジャッジ化を目指すべきだと提言する意見もある。ジャッジは再現性の塊で、対する大谷は変幻自在なタイプである。ジャッジはひたすら打てる球を同じスイングで打って同じようなアーチを量産するのに対し、大谷は月間15本塁打を放った昨年6月のように打ち出すと止まらないものの、波もある。本数を伸ばしたいならジャッジ的な再現性と安定性を高め、昨年6月のような状態を長くキープすることが大事だというのだ。そしてもちろん、手術した右肘の状態がバッティングに影響しないことも大前提だ。昨シーズン肘を痛めてからの打撃はやや力が伝わらないような感じだった。また今シーズン、投手としての復帰プログラムもこなしながらの試合出場は、一度経験しているとはいえ普通ではないこと。簡単だとは思わない方がいいようだ。そして総額7億ドルという重圧も大谷にのしかかる。そして3度の三冠王を取った落合博満氏は、疲れがピークを迎える夏場が勝負だという。2021年の後半にホームランダービートップを独走していたが失速したことを踏まえ、疲れが溜まってきたせいかバッティングが崩れてきたのは確かにあったと説いた落合は、疲れをどれだけ取れるかが大谷の成績に比例してくるんじゃないのかなと指摘していた。オールスター戦前後から適度な休暇を入れるなど、コンディション面の維持が重要かもしれない。往年のホームランバッターハンク・アーロンも同様のことを言われたそうで、ルーキー選手としてアトランタ・ブレーブスに入団した際、先輩に年間150試合プレーするようにしなさいと言われた。オフの日以外に10から12試合は休んだ方がいいということだ。練習を含め常に全力の大谷翔平。それを踏まえてデイブ・ロバーツ監督以下ドジャースの首脳陣の力量も問われそうだ。そして早くもフルシーズンでの2年連続ホームラン王、60本いや70本超えにも期待が高まる。批判されながら新しいことに挑戦し、結果で証明してきた大谷の野球人生。今年も重圧をはねのけ、もし両リーグ MVP 受賞となれば史上2人目の快挙となる。本塁打数以上に注目すべきポイントである。後半 DH だけではなく外野手大谷の構想もあるなど、新たな一面も楽しめそうな2024年。今から大谷翔平物語ドジャース編の開幕が待ちきれない。前代未聞の契約に見合う前代未聞の活躍を期待したい。そこで皆さんは今シーズンの大谷翔平のホームラン数をどう予想しますか？よろしければコメント欄で教えてください。